んばんは、大島たくみです。たくみクロージングチャンネルを始めたいと思います。今日のスタイリングなんですけども、フォンビューオリジナルで作成中のベージュのサファリジャケットを着まして、ラコステのイエローのロングスリーブボロ、ジェルマーノにベッチをしました北西アを使ったガンクラブチェックのパンツを履いたスタイリングになっております。今回は簡単に告知をさせていただきたいと思います。私が行っておりますツイッターがございます。日々何かしら洋服に関わること、もしくは関わらないことも含めてちょろちょろとつぶやいておりますので、興味がある方はぜひご覧になっていただければと思います。それでは今回の本題に入りたいと思います。今回はですね、私が行っておりますインスタグラムで2月度の中で私自身が好きなスタイリングっていうのをご紹介させていただきたいと思います。個人的に好きだなと思ったスタイリングはまずこちらになります。ベルスタッフのプルオーバータイプのノラックパーカーを着まして、中に普通にシャツを着ております。でリーバイスの517のブラックのコーデュロイパンツを履いて、ポールセンスコーンのブラウンの着火ブーツを履いたスタイリングになります。何がいいかと言いますと、単純にこのベルスタッフのノラックパーカーの配色のこれめちゃくちゃ好きで、ライトグレーのなんかネズミ色のようなグレーのジャケットの中のこの鮮やかなイエローのこの差し方がめちゃくちゃかっこいいなと思っていて、それをどうしても着たくて、でスタイリングを考えていったんですけども、まあ、いろんなものをちょっと合わせてみたものの、なんとなくこうしっくりこなかったんですが、ブラックのコーデュロイパンツを合わせることによってなんとなくこう見えてきて、そこからこういろいろ組み立てていったんですけども、これまあ要は基本的にはこう靴を除けばまあモノトーンなんですよね。まあブラックのコーデュロイとグレーのあのラックパーカーなので、まあモノトーン、まあ無彩色なんですけども、このパッと見た感じこれを無彩色だと言われる人は多分ほとんどいらっしゃらないような気がしているんです。それはなんかこう黄色が見えているとかブラウンのシューズだからっていう理由だけではなくて、やっぱりこうこのベルスタッフのグレーって少しグレーって普通冷たい感じの色、こう沈んだ感じの色が多いと思うんですけども、ややっぱりこう黄色が入ってるせいなのか、ちょっとこう明るい感じのグレーなんですよね。パンとこう目につくグレーというか華やかな温かみのあるグレーな感じがしているのと、あとはブラックのコーデュロイっていうところですね。コーデュロイ素材っていうのはやっぱブラックスウェードと一緒でやっぱこう毛足があるのでやや温かみがある。黒って基本的にはこう冷たくて生きてない感じの色っていう なんとなく自分の感覚があるんですけども、この黒はこうちょっとこう生命力のある黒というか、なんかこうあったかみのある黒だなっていう感じがしているので、その黒とグレーの使い方によってモノトーンっぽくないモノトーンができたっていうところが個人的にはとても良かったかなと。で結構自分がモノトーンのコーディネートを本当にたまにすると、あモノトーン珍しいですねってコメントが来るんですけども、まあ、この時はそういうコメントやっぱり一切なくて、しめしめと、やっぱりこれはモノトーンと捉えてる人はやっぱり少ないんだなっていうところが、まあ、私の気に入ったポイントですかね。本当にこう計算通りうまくいったなという感じがしています。あとはまあこうアノラックパーカーのボックス的で、なんでしょうね、このアノラックパーカーのプルオーバータイプってなんかちょっと間抜けなんですよね。こう抜けてるというか、ちょっとめちゃくちゃこうかっこいいアイテムではないんです。でこうボックス的な感じですし、でそれにこう517のややこうフレアして裾が広がっているパンツを合わせる、そのこうバランスもとても好きでしたし、全体的にこうバランスがよくできたなというふうに思っていますが、まあ一個だけこれ唯一反省点を挙げるとすると、靴がこれ表側の方が良かったなっていうふうに個人的には思っております。色のトーンはこれぐらいのブラウンで、スウェードではなくて表側にした方が個人的には好きだったなと思っています。その理由としてはやっぱりコーデュロイとこうスウェードっていう、 こう毛足のあるものが下半身に集まりすぎたっていうのがまあ反省点ではありますが、まあ悪くはないんですけども、まあ表側にした方が好きだったなという感じがしています。で今回もう一つありまして、それがこちらになります。ボンビューのオリジナルのキャップで、ファー&ハービーで随分昔にオーダーしたカバートコートを着て、中にアランニットを着てます。首元にネッカチーフを巻いて、リーバイス501のパッチワークでパラブーツを履いたスタイリングですね。まあこれなんか結構普通なんです、普通なんですけども、で約1年ぶりにこのファー&ハービーのカバートコートを着て、やっぱりめちゃくちゃ綺麗だなと。
やっぱりこのイギリスものというかファーランド・ハービー、まあイギリスものですね、イギリスもののこうコートとかジャケットを着ると着た時の美しさ、こう背中ちょっとボケてると思うんですけど、こう背中のこうライン、まあ男は背中で語ると言いますが、こうやっぱ背中の見え方がめちゃくちゃ美しいで、やっぱりこうパッドが入ることの肩のこう鋭角な感じとか、やっぱりその今のイタリアものにはやっぱり絶対に出せないこう空気感があって、それをこう改めてこう素晴らしいと思った。なんかそれはそのオーダーしたファーランド・ハービーがすごいっていうよりも、やっぱりそのイギリスっぽいテイストのものがやっぱりこれはすごいいいアイテムだなっていうふうに思いましたね。こう構築的なジャケット、いわゆる最近のイタリアのものってこう丸くて柔らかくて着心地を重視しているものが圧倒的に多いと思うんですけども、まあ、それよりもやっぱり硬くて直線的でこう構築的 で着ていくほどにこう馴染んでいく感じっていうのがやっぱりイギリスものにはやっぱりあって、なんかそれがやっぱりいいなと思った、まあ、再確認をした感じがします。まあなんとなくこう自分の気分的にも、まあ、少し前まではイタリアもののその柔らかいジャケットがいいなと思ってた時期もあったんですけども、まあ、結構長い間そういう時期はあったんですが、まあまあ、そろそろそういうイギリスとか、まあ、フランスの少しこう構築的なものに気分が自分の気分が移り始めてるっていうのも当然あるとは思うんですけども、まあ、それだけではなくやっぱりこう再確認をしたっていう感じが強くあって、なんかそれがすごく良かったなと思っております。であえてそれにリーバイスの501のパッチワークを合わせてる、なんかその感じもとても良くて、なんかこう改めてインスタグラムの画像をバーッと見返してこう目に留まった、なんか普通なんですけどもとても目に留まった。で、まあ、そのキャップの生かし方とかもなんかうまくまとまったなという感じがしていて、結構好きなスタイリングになりました。あの普通なんですけども玄人目線でいいんじゃないかなって自分自身思ってるスタイリングになっております。と2月号の私が好きなコーディネートはこの2体というかこの2コーディネートになりました。なんとなくこの自分が好きなものを紹介していく上で、あの自分のこう気分がこう変わっていってるっていうのをこう読み取れたりして、自分の中で読み取れたりして、なんかこういいなと楽しいなといつもこれをやりながら思っておりますので、まあ、皆さんもそういう目線で、なんか大島以前はこう言ってたのになんかこんな感じになってんだなみたいな感じをこううっすら読み取っていただいても楽しいかもしれないので、まあ、そういう目線で見ていただければと思っております。また3月以降も同じように紹介させていただきますので楽しみにしていただければと思います。それでは今回の匠クロージングチャンネルを終了させていただきます。どうもありがとうございました。